아모레! ネットでズームイタコってのができるって聞いたけど、本当にできんのかな？はあ、亡くなったおばあちゃんにもう一度会いたいな。おばあちゃん。おばあちゃん。なんだなんだ。声が聞こえる。こっちじゃ。はい。お前か。ばあちゃんに会いたいとか、会いたくないとか、会いたいとか、会いたくないとか、会いたいとか、会いたくないとか。会いたいです。あ、会いたいか。はじめまして。か。坂井正夫と申します。イタコの方ですか？そうじゃ。わしは、イタコの、イタ、トミコじゃ。くだらねえな。イタ、トミコ？え？そうじゃ。おばあちゃんですか？おじいちゃんかと思ってましたけど、おばあちゃん？ババアじゃ。ああ、すいませんでした。たまにこういうおばあちゃんいるけどな。イタコって、何じゃ。亡くなった方を憑依させるっていう、あのイタコですよね。もちろんじゃ。実は、おばあちゃんが亡くなっちゃいまして、亡くなったおばあちゃんにもう一度お会いしたいんです。なるほど、わかった。じゃあ、私が、この、おばあちゃんを呼び出してやろう。ありがとうございます。ちなみにおばあちゃんの名前は、坂井明日香と申します。坂井明日香だな。はい。わかった。そこで待ってろ。はい、待ってます。うわー！本格的だ！トミコさん？おばあちゃん？やキャゲ&アスカそれ。トミコさん？トミコさん？なんだ？バックライト、バックライトすごいんですけど、カラオケ屋さんにいるんですか？それはお前の幻想上見たんだろうな、幻想じゃ。いや、実際そうでしょうよ。うん、いや、トミコさん、僕のおばあちゃんは、なんじゃ？坂井明日香なんですよ。うん、チャゲ&明日香じゃなくて。でも、チャゲの方ですけど。いや、チャゲの方だったんかい。いや、わかりづれえわ、チャゲの方。アジャパン！振る！リアクション振る！いや、トミコさん、そうじゃなくて、なんじゃなんじゃ、僕のおばあちゃんに会いたいんです。ん、おばあちゃんじゃな、坂井明日香。坂井明日香じゃな、わかった。じゃあおばあちゃんだな。はい、おばあちゃんです。最初からそれを言え、最初からおばあちゃんって言ってるんですよな。最初から言ってるんです。では、呼び出してやるぞ。お願いします。来い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 。うわうわうわ、なんかうさんくさいんだよ。青いウサギ、青いウサギ、青いウサギ、青いウサギ。それ坂井のり子、坂井のり子。青いウサギの歌とかピンとこないから、坂井のり子。いいんですよ、そういうの。坂井のり子。坂井明日香なんで。アジャッパー！古いっつってんだろ。古いんだよ。トミコさん、トミコさん。なんでなんじゃ、なんでなんじゃ。僕は、トミコさんのカラオケを聞きに来たんじゃないんです。カラオケ、カラオケ、な、失礼な。もっとヒントくれないとわからないだろ。いや、特徴とか。すみません、特徴の前に、そのバスローブ何なんですか、それ。失礼な、これはわしの私服じゃ。私服だったんかい。私服。で、それお風呂上がりみたいになってますから。イタコはいつも体を清めているんだ。な、いつでも脱げるようになっているんだぞ。どういうことだ。清めるんだったらもっと清掃な服があるでしょうよ。ですから聞いてくださいよ。何か俺、ヒント、特徴。ヒントじゃなくて特徴ね。うちの、そうだ、特徴じゃ。うちのおばあちゃんは、坂井明日香と申しまして、ピアノと歌がとても上手で、唇がポテッとしてるんですよ。ピアノと歌じゃな？ピアノと歌。はい、よーし、来い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 、どんな時もどんな時も僕が僕らしくあるために、好きなものは好きと。止めろって。何なんだよさっきからよ。タゲアンダアスカ、坂井のり子、槙原紀之、考えたら全員捕まってるやつじゃねえか。もうそろそろ時間じゃよ。ああ
の時間じゃ。何の時間だよ。1、2、3、3人、イタコを憑依させちゃうんでね。35イタコで。いくらだよ35イタコ。アンモーレチャンネル登録よろしくね。